はいどうも、タクタクです。本日はドラゾンビ、ヒーロードラえもん、ヤマタのに森の、ヤマタのに愛媛、口が言えてない、毎回、はい。こちらを連れて、真の万象の得意点、マリステンに挑みたいと思います。さあ、今回もドラゾンビ検証ね、行きましょう。行けー。さあ、ドラえもんは、マリステンでも使えるのか、多分いける気がしますけどね。はい。ここね、貫通が多めの方がいいんだよね。毎回どうやってここは、あれなんだよね。行ったらいいのかなっていうのを迷う。迷うっていうか、俺あんまりここ得意じゃない、そして。苦手な方だからね。マリステン。なんかマリステンあんまり、難しくない、だと思うんだよね。多分、クエスト的には。なんかね、うまくいかないの。なんだろうな。どこが嫌いなのかな。あんまり周回できてないっていうのもある、最近。タイミング合わないで。ここかな。この辺入ってって。オッケー。アビロックされてるドラえもんがかわいそうなんだよね。ハート取りたい。ハートを取りたいから、ちょっと一回。はいはい。で、これで、大ハートかな。タイハートを取って、今んとこね、問題なく使えてますけど。あ、いいんじゃない、クシナダの位置。おぉ、これ、一気に、ガガンって。あれドーマンだっけ、右側から撃てばよかったのに、壁から入れば。ちょっと失敗しましたね。クシナダを絡めて、クシナダ絡める意味ない。あるか。できればこれね、ドーマンが毎回、はい、呼ばれるんだよね。あいつから倒したいなっていう気もしてたんだけど。あ、こいつ、この人ね、アンチダメージオールないから、突っ込めないっていうのも。気をつけて、オッケー重力バリア張られるんだよね。ドラちゃんどうしようかな。できれば、よいしょ。羅刹を倒したい、羅刹を。羅刹が一番痛いからな。せいっ！オッケー。あ！一体倒せんかった。二体に当たると痛い。これでどうしようかな。こうかな。もうちょっと。うわぁ。何やってんだ。ちょっとやりたいことと違いましたね。羅刹を倒す。羅刹を倒す。あ、ここはそんなに大変じゃないと思うけど。できればハートを取らないで、あ、取らないでって言ったのに。取らないで、あ、全開で行きたかったんだよね。金派にしてから取ろうと思った。オッケー。次なんだっけ？プニプニゾーンだったっけ？プニプニゾーンだった気がするな。プニプニゾーン。あ、プニプニゾーンだ。このプニたちを素早く倒してあげたい。プニン！おー、いいね。ロックオン貫通衝撃化がいい味出してる。で、一旦と、やつを。ちょっと、これ大丈夫かな？いろいろ大丈夫か？ダメージを突っ込みますからね。おし、止め！おい、けらい！相当危なかった、今。ダメージオール、結構ダメージ入りますかね？ 1 万何本ぐらい入るもんね、確かね。こいつを、よし。これだけ倒せればもう、あとは、言うことはないわ。ドーマンね。ドーマンを処理しよう。ドーマン。よし。取ろうか。ハート取って、これ下が、まだだけど、もう抜けれそうだよ。これ近づきすぎるとまた短距離拡散弾いっぱい当たっちゃうんだよな。あ、抜けた。オッケー。
よし、次マリシテンだったっけ。マリシテンの進化前 OK。 中心にいたくないんだよね。中心にいたくない、中心にいたくないんで、こっち側に。よしよしよし。うわ、これちょっと微妙だな、ドラえもんの位置。もうちょっと右だったな。当たっちゃうんだよね、多分ね。ちょっとチャレンジしようか。串灘でずらしてくれることを願う。あー、何そのショット。ちょっと、イレファンが。あはちょっと、やばい。被害拡大させたかもしれんわ。できれば、チェリーウィンガーだっけ？チェリーウィンガーで、こう、V の字を描くようにして、ずらしてあげたい。みたいと思う。なんか寄せてっちゃったよね、むしろね。寄せていっちゃったよね。どうしようかも、これ。ドラえもんだけでも。よいしょ。あー、厳しい。ちょっと、大丈夫？ 2 体には当たるよ。怖いなー。怖いことすんなー。しょうがないな、これね。ハート出てるから。ハート出てるだけいい。あ、そっち飛んだよ。あぶねえ。よし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 。これで、あ、ここ入れば、行くんだよね、本当はね。ワンパンで行けるんで、ここ入れば。嘘つきワンパンで生きてないじゃん。ワンパンできるんですよ、本当は。はい。俺が下手なだけであって。これで、よいしょ。これ抜けたい。へい。次が、また、マリシテンの進化前で、プニプニが出てくるね。オッケー。いいとこにいんな。これで、プニを倒す。プニを倒します。はい。倒しまして、こっちのプニも倒したいよね。2回当たれば、確か、いけんだったっけ？どうだったか。オッケーオッケーオッケー。このプニプニを倒せば結構ね、アビリティロックされないんで、割と落ち着いてできる。どうしようかな。ドーマンを倒すべきか。なんか下の方に入れないか。よいしょ。あ、ダメか。ドーマン、結果ドーマン。これも逃げる。あ、まだ逃げないんだ。じゃあ、これ、倒せっか。あ、倒す。オッケー。あ、ちょっと全員これ当たんない位置じゃないか。おい、おいしい。でもドラえもん、ドラえもんどうしよう。怖いな。ドラえもんこれ、なんとかしておく。止まれ！熱い！ちょっと、でかダメージ。ちょっとしょうがない、ここもう。ミラクル銀河防衛隊撃つしかないわ。はいはいはい。シャカ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 、ドビュン！強いよね。うわー、怖っ怖っ。なんてことしてくんの。全員に当たると恐ろしい。恐ろしいわ。これストライクショット打たんと間に合わないんじゃないこれ。ちょっと、あれだね。恐ろしいんでちょっと、打ちますわ。これ、クシネタ引っ張った方がいいか。クシネタ引っ張ろうか。怖えぇ。ほんとマリシテンなんか苦手なんだよね。こういうのが多い。もうちょっとマリシテン研究しないとダメだわ。ドラちゃんとか言ってる場合じゃないわ。これで、あのプニプニを倒せればいいステージ、ここは。プニプニを倒したい。よし、よし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 。いけるな。あ、やべ！アビリティロックされてる。でもなんとか。大丈夫だよ。ね、あぶ、あー、つっ！そっか。そう来るか。お前らそう来るか。チェソ！これ誰をアビリティロックするかなんだよね、この人がね。よーし、よかった。チェリーウィンガーされてたらもうマジ泣いてたわ。これで。このドラえもんどうしようかな。ドラえもんは、あえてゲージをミスるわ。で、失速させて、オッケー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 。これでも当たるんじゃねこれ。いった。
危ない痛い。これ取らんと死ぬな。取らんと死ぬから取ります。はい、こクシナダやクシナダのロックよ。これ打たなきゃダメなのこれ。きつ打たされるっていう。そうだって打たないと死んじゃうもんねこれね。打たなくても死ななかったかな。ちょっとまあ、アイス。ボス戦に行きたいがために打ちました。まあ途中で死ぬかもしれん、これ。クシナダの役もないツールって辛くないこれ。結構辛めだよ。辛めですけど。ちょっともうしょうがない。ストライクショットがないという前提で戦わないしかない。戦わないといけない。あ、でもこういう時のドラえもん、心強いな。アンチ、重力バリアだからね。これしかないか。これでいきます。あ、クリティカル、どうせなら急所に当てとけばよかった。クリティカル判定があるんだった。これで？よっ。あ、寄せちゃったなぁ、寄せちゃったなぁ。見事に寄せちゃったなぁ。まあ、いいや。トーマンだけで倒す。多いね。大丈夫。1体に当たる。うん、1体だけだ。チェリーウィンガーで引っ張っていけば。よいしょ。最大ダメージ。いいね。これで終わるんじゃないか、とりあえず。それここはこれで。OK。あ、そっか、撤退するんだ。ハートを取ればよかった。だけど、まあそんなこと言ってる場合じゃないよね。そんなこと言ってる場合ではないわ。下のプニプニをまずは倒そう。下のプニプニを倒したい。オッケーオッケーオッケー。このクシナダさんはどうしようかな。クシナダさんこう言って左側に寄っててくれれば。あっ、やべえとこ行っちゃったな。チリーウィンガーさんはこの人を倒してくれれば OK。 私はこれなんとかドラえもんで寄せられないかな。左に寄せたい。左に寄せていきたい。左移動できるか。うわー、できなかったか。あさん、今ストライクショット打てばよかった。俺しくりましたね。一回回そうか。そんなにやばくないから一回回して、うわ、ちょっとやばくしちゃった。やばい状況作り出しちゃった。こっち行きます。雑魚処理させて。うわー、怖え、これ。大丈夫かな。必ずそう来ちゃうもんね。で、またちょっとこれ、ビームを避けるためにちょっと、いてて。どうしよう。バーベキューにするぞよなんだけど、これ当たるかな。マリして、いけ。あ、当たんなかったか。雑魚処理、雑魚処理したかった。耐える。いた、あった。これドラえもんのストライク、ちょっといつ打てばいいんだよ。打ちどころがむずいな。これで、よいしょ。よし。ハートはまだいいけど。これまた重力バリア撃たれない。大丈夫。チェリーウィンガーで決めてもらうしかない。駆け回るか。行くぜ！これで決めれば、問題ないです。勘違いしないでよね。足りるか。足りない。やばい。激ヤバだけど勝ったでしょ。せい、なんとか勝った。危なかったな。やっぱりマリ視点得意じゃないわ。はい、というわけでステージクリア。やっぱ強えな、ドラえもんな。
ドラえもんとドラえもんは強いわ。ドラゾンビとドラえもん。紛らわしいから。はい。いいなぁ。ほんと、ドラゾンビ運極にしといて、よかったな。心からそう思えるわ。はい。はい、というわけで、精霊大王ドラゾンビを連れて、あとまあ、ヒーロードラえもんもいるやん。を連れてね。マリシテに行きましたけど、なんだっけ。新しい、新爆絶のシャンバラ。シャンバラの素材に、このクシナダさんと、さっきのマリシテンが3体ずつ必要なので、ぜひドラえもん、ドラゾンビで素材を集めておきたいと思います。正直僕ね、マリシテンなんかね、下手すぎるのかね、あんまりこう、得意じゃない。まあ、やった感じ的にはそんなに難しいクエストではないなってのは思うのよ。超絶の中でも。もう、ヤマトタケルとか、大黒天とかに比べれば簡単な方だなって思うんだけど、なんか安定しないんだよね、クリアが。なんでだろう。はい。というわけで、今回も精霊大王ドラゾンビを使ってみました。ドラゾンビでもこれ何回目だろう。不動明王、つくよみ、イザナミ、マリシテン。この4体か。まあ、ここぐらいまでなんじゃないですかね。さすがにヤマトタケルとかに連れていく勇気はないわ。もう一体ぐらい勘ついてもなんとかなりそうな気もするけど。まあ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 。楽しかった。はい。というわけでご視聴いただきありがとうございました。マリシテン、やってみてね、みんなも。では、またお会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければチャンネル登録、コメント、評価ボタンもよろしくお願いします。チャンネル登録は動画下のチャンネル登録ボタンをタップ。パソコンの方はクリックしてみてください。タクタクはツイッターもやっております。ツイッターのリンクは動画下の三角をタップ。出てきた動画説明欄のツイッターの URL をタップしてみてください。ツイッターの検索バーからもタクタクで探せます。ツイッターでは最新動画の更新情報、ライブのお知らせ、イベントのお知らせやタクタクの謎なつぶやきを楽しむことができます。チャンネル登録とフォローしてくれないとお仕置きだべー。